なんか朝方は曇ってたんですけど、ようやく太陽が出てきましたね。月の初めの郵便局が良いです。今日は多分何も起きないな。何も起きない Vlog 公開していいものかどうか、超悩むんですけど、まあとりあえず素材ということで録画しておきます。郵便局着いた。郵便局終了。ちょっとビッグカメラ行ってきます。インスタ3601Rのパーツとかが売ってればちょこっと見てこようかななんて思ってます。インスタ360はあんまり意識してなかったんで置いてあるかどうかは把握してないんだよな。まあもし売ってたら見てみようかななんて、そんな感じで行ってみます。ビッグカメラ着いた。インスタ360の商品とかパーツはほんのちょこっとあった程度で、やっぱあんまりこう見応えはなかったな。時間的にランチを買って帰ろうかと思うんですが、アジアンキッチンのところ見てみようかな。あ、やっぱ来てないですね。アジアンキッチン、あれ違う、アジアンランチだっけか、忘れちゃった。それのキッチンか、もう来なくなっちゃったのかもしれないですね。残念。落書きされ放題のビルで、1階が中華屋さん。中華屋さんはまだ営業中。ブルーボトルの自販機、今は何売ってんだろう。ブライトブレンドとゴールドブレンドの2種類。そろそろ涼しくなってきたのに、相変わらず強気のアイスコーヒーのみ。あれ、こんなお店ができてる。タイヌードルバー、タイヌードルバー、あ、ランチ売ってるじゃん。あ、ここで買ってみようかな。試しにここで買ってみましょう。やっぱまずはグリーンカレーですね。さあ、グリーンカレーのお弁当を買いました。タイヤムスミスっていうものかな、新しくできたタイヌードルバー、ここでグリーンカレーのお弁当を買ってみました。今日のランチはサイヤムスミスで買ってきたグリーンカレーです。サイヤムスミスってタイヌードルバーということらしくて、あのお店が日本初上陸のお店だそうです。店内入ってすぐにバーカウンターがあったりして、ちょっとバーっぽい雰囲気は出ていました。ということで、そこで買ってきたグリーンカレー、これをいただきます。まずグリーンカレーから。なんかね、もうこの時点でめちゃめちゃ香りがいいんですよね。あー、うわ、おー、結構辛めのカレーです。うわわわ。結構辛いぞ、これは。けど、めちゃうま。めちゃうまです。それでは、ライスをつけていただきます。いただきます。結構辛いというか、かなり辛い。かなり辛いですが、すっげー美味しい。めちゃめちゃ美味しいです。サイヤム、なんだっけ、サイヤムスミスのグリーンカレー。めちゃめちゃ美味しいけど、すっごい辛いです。うん、うわ、辛いけどすっげー美味しい。サイヤムスミスのグリーンカレー、めちゃめちゃ辛かったけどめちゃめちゃ美味しかったです。ごちそうさまです。いやー、次はガパオ弁当を買ってみようかな。ほんとめちゃめちゃ美味しかったです。